タバコは、タバコの葉を加工して作られる製品である。日本の法令では、タバコ事業法2条3号により、製造タバコと定義され、用タバコを原料の全部または一部とし、喫煙用、紙用または鍵用に供詞売る状態に製造されたものとされる。植物としてのタバコは、アンデス産無薬地方を原産地としており、そこから伝播して、 南北アメリカ大陸全域において使用されるようになっていった。世界保健機関元事務局長のグロハーレム、ブルントランドがタバコは最大の殺人者であると述べているように20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘されている。主な害として中毒性、発言性、心臓病のリスク向上などが挙げられている。またタバコには一酸化炭素、 ニコチン、タール、シアン化け物など多くの有害物質が含まれており、引き煙者と比べ、ガンや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなる。薬物に関する独立科学評議会におけるニコチンガン有製品を多基準意思決定分析によって数値化した研究では、紙巻タバコの有害性を100とすると、小型葉巻き67、パイプ22、水パイプ14、 電子タバコ4、ニコチンガムやパッチは約2である。タバコ産業は喫煙者を安心させるために、データールの紙巻きタバコを開発し、1980年代に入ると、さらに、ウルトラライトなどの商品を販売促進してきたが、近年ではむしろ肺がん死亡率が上昇してきているという疫学研究の結果が得られており、 こうしたタバコが原因の一つであるとして説明されている。古き時代と比較して女性も男性のように早い年齢で頻繁に吸うようになったことも女性の死亡リスクを増加させてきた。2015年12月16日のイギリスの議会庶民院では英国公衆衛生庁が電子タバコが紙巻きタバコの喫煙よりも95%安全であると 広報しており、デイビッド・キャメロン首相は国民の健康を改善するための正当な方法であることをはっきりと説明すべきであると答弁した。死亡者で比較すれば、2009年アメリカ合衆国では、タバコに起因する44万3000人の死亡があり、アルコールでは9万8334人であり、他の薬物では3万7485人で2008年に 処方薬の過剰摂取による死亡が2万44人。違法薬物の使用に起因する死亡は1万6044人である。フィリピンにおける紙巻煙タバコの外装の箱の画像付き警告。タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約の第11条では、警告表示は、望ましくは放送の面積の50%以上を用い、画像を使用しても良いとしている。 タバコの有害性は古くから指摘されており、そのため多数の国、地域においてタバコの購入及び消費には年齢制限がかけられている。日本においては1900年の第二次山形内閣下に未成年者喫煙禁止法が制定されて、満20歳未満の者は喫煙をすることができないと定められている。一般に、 青年になるまで喫煙をできないと解釈されてきたが、日本における喫煙の年齢制限は未成年者、喫煙禁止法において明示されているため、民法上の青年とは独立した根拠に基づいている。ただし、青年になるまで喫煙をできないと解釈されてきたため、2015年に第3次安倍内閣下で交付2016年施行の 公職選挙法改正により、選挙権が20歳から18歳に引き下げられると、ともに、飲酒、喫煙年齢を18歳に引き下げることも、議論されるようになり、同年自由民主党の特命委員会は、喫煙年齢を18歳に引き下げるよう政府に、求める方針を示した。ただし、禁煙運動が進む中、この引き下げには慎重論も根強く残っている。年齢制限は、 各国で古くから行われてきたが、1970年代後半より、タバコの害は深刻に受け止められるようになり、禁煙運動が大きな広がりを見せるようになった。こうした中で、各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって、毎年5月31日が世界禁煙令と定められた。 タバコ広告は19世紀以降タバコの消費拡大に大きな役割を果たしてきたが、各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになった。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、また、 それを画像付きにすることといったガイドラインを提示してきた。葉巻き四種タバコの葉を筒状に巻いたものであり、シガーとも呼ばれる。葉巻タバコは最も原始的なタバコの形態であり、乾燥し発酵させたタバコの葉を巻いて作られている。発祥はメソアメリカ文明からと言われ、もともとは先住民族間の交流や土地の精霊へのソレーなどに用いられたものを、 16世紀からの大航海時代において大陸上陸した貿易商人により古くから貿易品として利用されてきた。種類は大きく分けて湿度管理の必要なプレミアムシュガーと管理の必要のないドライシュガーがある。フィラーは一枚用を束ねたものを使用するロングフィラーが主流だが最近は刻みタバコ状にしたショートフィラーも出回っている。タバコの葉を刻んだもの。 刻みタバコは紙で巻いたり、パイプやキセルといった器具に詰めて使用する。刻みタバコを紙に巻いて商品化したものが紙巻きタバコである。紙巻きタバコ一般的な紙巻きタバコ一般にタバコという場合、これを指す。シガレットとも呼ばれる。パイプ等の喫煙用具を必要とせず着火すれば、そのまま吸えるので喫煙者に広く普及している。手軽な反面。 必ずフィルター部分を中心に一定量の排気部分が発生するため、ポイ捨てされることも多い。一本あたりの平均的な燃焼時間は3から5分程度で、おおむね半分から2、3程度吸ったら火を消して、吸い殻として捨てる。火のついた先端は非常に高温で800度近くにもなるので、扱いには注意を要する。紙巻きタバコの税率が高い EU では、 あらかじめ長いタバコを作り、自分で切って鞘紙に詰める製品もある。手巻きタバコ喫煙者自ら巻いて作る紙巻きタバコを指す。シャグと呼ばれる手巻き用の刻みタバコ、巻き紙、フィルターを個別に用意する。欧州などにおいては、既製品の紙巻きタバコは税率が高く設定されているため、喫煙者はより税率の低いシャグを購入し自ら、 手巻きタバコを作成して喫煙する人が多い。日本においては、タバコ税は、タバコ用の重量に対し一律に定められているため、規制の紙巻きタバコでも手巻き用のシャグタバコでも税率は変わらない。よって、手巻きタバコに切り替えたとしても、必ずしもタバコ代の節約になるわけではない。ただし、シャグ、巻紙、フィルターの組み合わせを試したり、シャグを加湿して、 風味の違いを楽しんだり、入れる刻みタバコの量を減らして節約したりと、手巻きタバコならではの利点もある。電子タバコ用の液体を加熱し、気化させたものを吸入する。従来の燃焼させる喫煙と比較して、有害物質の量が少なく、各国の保健組織は、公衆衛生の観点から、紙巻きタバコ等からの乗り換えを進めている。日本では、ニコチンを含んだリキッドは、 医薬品扱いとなり、薬事法による承認を受ける必要があるが、実際に承認されているものは皆無である。よって、日本国内で一般的に販売されている、電子タバコ用リキッドは全てニコチンフリーとなっている。ただし個人輸入することで合法的にニコチン入りリキッドを入手、使用することは可能。タバコ場を燃焼させない程度の低い温度で加熱し、 成分を気化させたものを吸入する。電子タバコと同様に有害性は相対的に低いと評価されている。タバコ場を用いているためにコチンが摂取でき、タバコ税の課税対象となる。紙タバコは直接タバコの葉を含む混合物を噛むことにより風味を楽しむものであり、タバコの楽しみ方としては最も古い方法である。北米大陸のインディアンはライムと共に用いている。 各紀元菌である場所、例えば船倉、鉱山、森林などで用いられた。タバコの葉と石灰などを共に口に含み使用し、唾液は飲み込まず排出する。西部劇などで見られるタンツボはこれを吐き出すためのものである。唾液を飲み込むと、ニコチン中毒を起こす危険性があり、唾液中のニコチンは水に溶けた状態なので吸収が早く中毒症状も重い。また、 口の粘膜から直接成分を吸収する結果、高が癌及び咽頭が癌の大きな要因になるとして問題視されつつ、ある。現在では、タバコの葉と石灰の組み合わせのほかに、様々なハーブなどを組み合わせたものや、子供向けの甘味料と香料を多く含んだ、グトカー、ハーブだけで構成されたパーンと呼ばれる製品もある。インドや、東南アジアなどが主要な産地である。 かつては世界的に紙タバコの使用は一般的であったが公共の場で唾を吐くという行為が不衛生でありマナーの観点からも好ましくないことで徐々に紙巻きタバコに需要が移った。また昨今の禁煙の風潮と相まって需要は減少傾向にある。煙を吸引することによる肺活量の低下がないことで米国メジャーリーグの選手に紙タバコを愛用するものが 多く、試合中グラウンドやベンチ内でヤニを履く光景がよく見られる。米国眼協会の1998年と2003年の調査によれば36%の大リーガーが紙タバコを愛用している。しかし、健康面での問題がクローズアップされるにつれ、大リーグでの紙タバコ使用に厳しい目線が向けられるようになり、現在はマイナーリーグで徹底した。 禁煙教育が行われるるようになっている一方、大リーグでは禁止に至っておらず、2010年には、米会員の校長会で、大リーグでの使用禁止の是非が議論された。殿堂入り選手のトニー・グウィンは、2010年に、大気洗顔が判明した際に、現役時代に愛用していた紙タバコが原因ではないかと語った。 また、ボストンレッドソックスの主力投手であったカートシリングは2014年8月に高校癌に罹患していることを告白し、30年間に渡り愛好した神タバコが原因であると語った。日本のプロ野球においてもアメリカ出身の選手に愛用者が多かったが、今ではほとんど見られなくなった。日本では煙も出ない、人に迷惑をかけることがないタバコであるとして、 普及の動きがあったが、日本人の舌に合わない性いもあって定着しなかった。2000年代には、ガムタイプのファイアーブレイクが発売されたが、2009年に製造が終了した。スコットランド鍵タバコ北欧鍵タバコ、スヌースアメリカ自然史博物館のビエンツボのコレクション、鍵タバ、ことは、着火せずに香りを楽しむタバコである。タバコの粉末を鼻孔の粘膜などから摂取する。 鍵タバコ及び、それを摂取する行為は、スナフと呼ばれる。高校癌のリスクを高める。煙をたしなむ喫煙よりもその歴史は古いが、日本においてはあまり普及していない。基本的に5ムから1 0ム程度のケースなどに入れられて販売されており、細かな粉末を鼻から吸引する。親指と人差し指で粉末をつまみ吸引するほか、手の甲の親指。 人差し指の付け根のくぼみに適量のスナフを乗せ鼻から吸引するのが一般的な鍵タバコの摂取法である。この三角形のくぼみは解剖学の分野で解剖学的鍵タバコ入れと呼ばれている。タバコの粉末の入った小袋を歯茎と上唇の間に挟み、歯茎からニコチンを吸収する喫煙はスヌースと呼ばれる。 小袋に入った状態で販売されているのが一般的だが、粉を直接歯茎と唇の間に挟む摂取法もある。いずれにせよ、喫煙とは異なりで、鼻、頬などにタバコの粉末が残りやすいことに加え、粉末を鼻から吸引するという行為は、麻薬の摂取方法としてもよく知られているために、大きな誤解を受けやすい行為であるので注意が必要である。ドラマなどで、 鍵タバコの吸引がミステリアスさを醸し出すスパイスとして用いられることがある。JT のゼロスタイルミントは鍵タバコに馴染みのない日本人に向けた商品で口から吸い込んで通る空気を吸い込む。蒸気の欠点は改善されている。タバコのケース同様、鍵タバコの粉末ケースにも装飾が施されたものがあり、コレクションの対象となっている。 ディクスンカーの代表作の一つに、皇帝の鍵タバコ入れというミステリー小説がある。大きくカキの5種類に分類される。イタリアサビネリ社製のパイプブライや、トウモロコシの軸、セピオライトなどを加工したものに、樹脂製の吸い口を取り付け作られる。主に、アメリカやヨーロッパ等で使われる喫煙具。香料を加えて作られた、専用の刻みタバコをボールに詰めて着火しす 欧州では19世紀頃までは、労働者等の大衆の喫煙方法とされていた。紙巻きに比べ、タバコを味わうのに向いている。火が消えやすく、快適に喫煙するには、タバコ用の詰め方も含めて、技術を要する。葉の分量は、おおむね2から3ム紙巻きタバコと違って、吸った煙は肺に入れず、ふかすようにして、高校粘膜からニコチンを摂取する。 時間あたりのタバコ用消費量は、紙巻きの数分の1になるが、フィルターを使わないことが多く、その分濃くなるので紙巻きよりも弱くゆっくり吸うためで、ある。パイプを1時間程度かけて一服することにより、紙巻きタバコ10本程度を、チェーンスモーキングするほどの充足感が得られるとも、言われる。場合によっては、非常に経済的な喫煙方法であるが、喫煙具自体が高価なことが多く、 数千円から、ハンドメイドのものは、数十万円するものもある。各種のデザインのものが売られており、コレクションをする人も多く、趣味性の高い喫煙方法と言える。エルサレムのバザーに陳列された水パイプ水、パイプ、水キセル、シーシャとも呼ばれ、タバコへを水にくぐらせた後、極めて長い煙時を経て吸引する。タオル分や一酸化炭素を主に、 多くの煙に含まれる成分が水に溶けて省かれ、また煙音も低下するので、煙及び燃焼ガスに一定の成分変化があるとされている。トルコなどの中東方面で用いられる大型のものから、中国などアジアで見られる小型のものまで様々あり、日本でも吹きガラス製の水パイプなどが存在している。この喫煙に使った後の排水は非常に有害である。また、 吸い口が直接本体についているものは、ボングと呼ばれる。こちらは煙時は短い。どちらも、実験器具の洗い器瓶と同じ構造である。キセルは、日本、朝鮮、中国で見られる喫煙具。パイプを真似て作られた。ガン首、ラウ、吸い口から構成され、ガン首の膝に刻みタバコを詰め、着火する。本来、一息で吸い尽くすもので、くゆらせるものではない。 日本では、江戸時代の喫煙は、大半がキセルによるものだった。一般的に紙巻きや、パイプタバコよりも、葉の刻み方が細かい。一服あたりの平均燃焼時間は2から3分、程度だが、使うタバコの葉の量は、紙巻きタバコの1、4程度に相当で、人によっては、紙巻きタバコの吸い殻をこれに詰めて吸う人もいる。しかし2000年代以降、 日本国内での愛用者は大幅に減少し続けている。2017年の旗箱上位生産国タバコの原料となる旗箱の生産量は2014年に世界で744万トンに上っている。最大の生産国は中国であり、2012年には314万トンが生産され、世界生産の42%を占める一大生産国となっている。以下、 ブラジル、インド、アメリカ合衆国、インドネシア、ジンバブエ、マラウイ、アルゼンチン、パキスタン、トルコの順となっている。歯タバコはアフリカのいくつかの国家において重要な輸出産品となっており、中でも世界第6位の生産量を持つジンバブエと世界第7位の生産量を持つマラウイにおいて、タバコは多大な外貨を稼ぐ最重要の輸出商品となっている。また、 タバコの生産は消費の拡大に伴って増加傾向にある。これに対し、紙巻きタバコの最大の生産国は中国であるが、以下はアメリカ、ロシア、日本、インドネシアと続き、必ずしもハタバコ生産国が、紙巻きタバコの大生産国とはなっていない。これは、消費国においてハタバコを輸入し、紙巻きタバコを生産することが多いことによる。 タバコの販売には多くの国において古くから税がかけられており、しばしば政府の重要な収入源となっていた。特に税源の小さな開発途上国においては、タバコ税は財政上非常に重要な意味を持つものであり、1983年のハイチのように実に全税収の43%がタバコからの税収であった国家も存在した。 2013から2014年の全世界のタバコ税の税収は約2690億ドルと推定されている。日本においてもタバコ税は存在しており、国税である国タバコ税及びタバコ特別税、そして地方税である地方タバコ税がそれぞれかけられている。特に先進国の各国政府が禁煙へと舵を切るのに伴い、このタバコ税はタバコ消費抑制の意図もあって、 各国、地域とも高額な税率をかけるようになってきている。また、タバコから政府が収入を得る方法としては、税の徴収のほか、専売制も広く行われた。このタバコ専売制を最も大規模に行った国の一つが日本であり、1904年7月1日に、大倉省専売局の下で、タバコ製造を専売として、以降、1949年に、日本潜売公社に、 解組されるなどの変遷もあったが、1985年に民営化されて、日本タバコ産業が設立されるまでの81年間に、渡り、日本の財政に大きな役割を果たした。ありがとうございます。